皆さんおはこんばんにちは、ヒトポンです。あいだよ。というわけで今回はガンファイアリボーン、やっていきましょうか。なんだかんだ定期的にやるよねこのゲーム。こう、いい感じにアップデートが入ってくれるからね。ちなみに今回来たアップデートは拡幅服。ステージをクリアするたびにスクロールがもらえるけど、もらったスクロールに応じて敵が強化されます。一丁一短ね。とりあえずルールは全部盛り。霊気接続、神秘雪山、拡幅服、短期。まあ拡幅服以外は前にやったことあるけど。霊気接続が特定の強化をした時に追加で強くなるルールね。こっち側の強化ルールだね。神秘雪山は4ステージ目の敵が強くなる効果。拡幅服はこっちの強化に応じて相手も強化される効果。短期は1人プレイだけど相手の数がマルチプレイの時のようになるわね。ちなみに今回の短期は4人モード、最大人数挑戦時の数の敵が出てくるね。で、戦法はいつも通りの縄で相手をボコボコにするだけです。というわけで2面ですね。まあ、もう1面はデフォルトで映らないわね。で、これが拡幅服なのね。呪いのスクロールも選択肢にあるんだなこれ。そして下に敵が受ける効果。大体お互いもらえる能力は一緒なのかしらね。呪いスクロールはデメリットの効果だけど、相手もデメリットを受けるって考えると使いようはありそう。突然執行は 15% の確率で10段のダメージが1になるけど、相手の攻撃も 15% で1になるって考えるとなかなか使えそうね。特に最高難易度だからね、敵の攻撃はめちゃくちゃ痛いんだけど、15% だからなぁ。あんまりこれを頼るわけにはいかないね。もう一つの呪いスクロール腐敗肉まん。回復アイテムの肉まんを取った時に回復量がランダムになる効果ね。ただ敵の体力が出現時に 50% から 90% の間でランダムになるみたい。今回は縄で戦うから突然執行のデメリット関係ないけど、相手の体力がランダムとはいえ減るのはいいかもな。これボスは例外とか書かれてないし、もしかするとボスの体力 50% になる可能性あるのか。っていうか他にももらえるんだこれ。一個だけじゃないのね。左から必死の覚悟、肉と骨、根気強さ。相手が受ける効果は一緒ね。肉と骨はちょっと使いにくいからな。根気強さで相手が硬くなるのもあまり嬉しくないし、そうなると必死の覚悟がいいかな。縄を当てれれば移動速度上がっても特に問題ないでしょ。おお、三つ目は欲しいものがないからこれで終了。四つ目。あ、これ終了したら終わりとかじゃないんだ。コインショットは今回スキルメインだから必要ないな。復興の神社は割と相手が受ける効果が強いわね。4秒放置することはないとは思うが、一応スキップで。どうやら1回につき4つスクロールがもらえるみたいね。もらわない選択肢ができるってのはいいね。自分に合ったやつだけ選べるからかなり強くなれそうだけど、縛りプレイするなら必ず一つスクロールを選択しないといけない縛りとかになるのかね。次の霊森は1枚上、サブスキルのダメージが倍以上になりやすい効果だね。主戦力の縄がサブスキルだからね。というわけでダメージチェックしましょう。2面の道中はスキップね。縄は当てれば当てるほど威力が上がるからどんどん当てていくよ。はい、というわけでお疲れ様でした。相手まだ攻撃してないんですけど、1枚上の火力2倍3倍によって結構ダメージが左右される感じだったね。3面の拡幅服、一つ目は火炎シャード。敵の効果はダメージが火炎ダメージに、受ける火炎ダメージマイナス 30%。相手の火炎ダメージは火炎シャードの火炎効果無効で問題なし、火炎ダメージの与えるダメージは減っちゃうけど、欲しいのは火炎効果で火炎ダメージじゃないからメリットが大きいね。そして4面の拡幅服。久しぶりに呪いスクロール出てきたな。右は慎重射撃、射撃を外すと HP1 減少、ただ相手が攻撃を失敗した場合、総 HP の 10% 減少。これは慎重射撃だな、スキルがメイン火力だからデメリットないし。あとは、あと欲しいのはこの腐食シャードぐらいかな。相手の攻撃が腐食になって受ける腐食ダメージが減少するわね。まあ火炎シャードと一緒で特に問題はないかな。というわけでラスボス前のダメージチェック。全員出動。ボス前のイベントね。エリートモンスターが大量に出てくるイベントだね。ダメージが足りてないとめちゃくちゃ泥沼だし、耐久や移動速度がないと大体瞬殺されます。耐久って言っても何回かダメージ無効とか一定以上のダメージを受けないとか、そういうのじゃないと一撃で倒されるからね。今回は火炎シャードの効果で相手のエリートの炎の道でダメージを受けてないから気をつけるべきはもう一体いるはずのスナイパーね。なんか炎の道作るやつしか今周りにいない気がする。こいつらからダメージ受けないし余裕だなこれ。ちなみにだけど最初に拡幅服で取った必死の覚悟、そのせいで相手めちゃくちゃ足早いんだよな。シールドとアーマーがない時に足が速くなるんだけど、これ最初からシールドもアーマーも持ってない敵にも適用されてるのよね。てっきりシールドとアーマーを削り切った時に発動するのかと、最初から発動する敵がいるなら取らなかったかもな。まあ発動しても割となんとかなってはいるけど、っていうか今のところこっちのシールドが消えてないから、必死の覚悟で相手が強化されてるだけなんだよな今のところ。というわけで全員出動クリアです。余裕ですね。相手が強化されるとはいえ拡幅服で自分が求める強化ができるのはめちゃくちゃいいわね。これ拡幅服が複数人でできる場合、4人全員で拡幅服使いまくるととんでもないことになりそう。4人全員拡幅服で全部のスクロールを取る縛りプレイですか。とんでもない地獄絵図になるぞ。というわけで最終ボスです。もう戦闘が始まっている件について、まあ今回はちょっとやりたいことがあってね。
今相手変な機械で自分を強化してるんだけど、これ待ちます。機械を壊さないで待ちます。最終強化された状態の相手をボコボコにしてこそ、完全勝利って感じがするじゃん。あとなんか機械壊さないとスタッフロール見えるらしいし。あ、それが目的ね。というわけでこれで最大強化だね。強化内容はシールド強化、ダメージエリア、衝撃波、武器召喚、攻撃力とかが増えるってわけではなくて、攻撃の範囲が広くなったりするって感じかな。ダメージエリアは文字通りだし、武器召喚は武器の射程も伸びたはず。衝撃波は範囲が広くなるって感じかな。あ、これこれ、これが衝撃波。今当たってたよね。3回まではダメージ効かないんで、ダメージエリアに乗らない限り基本的に安全かな。そして第2形態、倒せないと第3形態になるんだけど。まあ、余裕で倒せます。というわけで各クエフクですが、割とプレイヤーの恩恵の方が大きそうですかね。結局必要なやつだけ取れるから、敵が強くなっても問題なく倒せちゃうものね。最初は強制的にスクロールを取らされると思ってたからな。というわけでスタッフロール見に行きましょうか。そこ降りれたのね。下に降りてどうするんだったっけな。思い出した。この宝石みたいなのを撃てば流れるんだったな。それじゃ今回はこの辺で終わりにしましょうか。それではまた別の動画で会いましょう。バイバイ。